はい、今回は、神田沙也加さんと、舞山隆久さんとマスコミの謎について、調べて、お伝えしていきます。まあ、皆さんは、これはどう思っていらっしゃるかという話なんですが、僕はね、もう一貫して事件が起こった後から、神田沙也加さんは、丸された、事件で、それを、解決、できないような方向に裏側から圧力がかかっているという話なんですが、皆さんも気になっていらっしゃる、内容かなと思うんで、この神田沙也加さんと、この、舞山隆久さんという方ね、この方と、この、マスコミの、謎をね、今回解明していきます。これっていうのは、もちろん本当のことっていうのは誰にもわからないって言いますが、信じるか信じないかはあなた次第っていうことですけど、完全にこれ裏でシナリオができてるんですね。アメリカ C0A と、ディープステートのシナリオです。このシナリオに、一部の人かな、多くの人ではないと思うんですが、一部の人が、騙されてしまうと、これはね、前お伝えしたことがありますけど、こういった言葉を分かれるか分かれないかっていうのが一つの鍵なんですがMK ウルトラって言ってですね、人間の頭を、精神状態、頭をコントロールするんですね。マインドコントロールって言って、マインドコントロールって聞いたことあると思うんですが、その MK ウルトラ計画っていうのがありまして、裏で一連のおそらくシナリオが、で出来上がってるんですよ。でその、出来上がったシナリオにですね、おそらくこの神田沙也加さんの、ファンの方が騙されてしまうんじゃないかと思ってね、僕はちょっと悔しいなと思うこともありますし、これっていうのは本当に日本にとってね、これ大きな問題があるんですよ。それをちょっと今回、話していきます。この神田沙也加さんとね、舞山隆久さんっていう、この交際相手かな、これと、マスコミが、どうやってね、物事を、包んでいこうとしているのかっていうね、そういった、何が裏にあるのかって、そういうことを考えていきます。もちろん、最初に言いますが、信じるか信じないかはあなた次第っていうことで、本当のことが、分かりません。僕は別に皆さんに嘘をついて本当のことを分かっているとか、そんな失礼なことは言いません。ただ、こういうことを考えると、こうなのかなって、こういった、嘘をついているのかなっていう、そういうことをね、真剣に考えていきます。まず、この神田沙也加さんの、事件についてですね、もうずっとこの事件の直後からこれ僕思ってることがあるんですが、皆さんも、思ってると思うんですが、神田沙也加さんは、自丸、って言ってますが、嘘でたまるだと思ってます。ホテルの部屋からね、飛び降りたっていうふうに言ってますが、ホテルの部屋の窓が15センチしか開かないっていうことで、物理的に不可能です。物理的に不可能なものを飛び降り自丸したっていうことで、ね、これは偽装自丸っていう、言葉があるんですが、それを取られています。自丸でもなければ転落事故でもありません。丸されていると、考えます。しかし、今回言いますが、アメリカ C0A とかディープステートっていったですね、日本を支配している、戦後から日本を支配している者がおり、そのものの関与する事件というのは日本の警察が、踏み込めないんですね。逮捕できない、捜査できない犯行グループも、関与している事件ということで、だからこの事件というのが、分からないというふうになるんですが、そこをですね、包んで隠していくようなこのマスコミの、動きも、同時に見せます。このアメリカ C0A とか、ディープステートといったものね、アメリカ裏組織、アメリカ影の政府と言われるものですが、これというのは日本は戦後からずっと支配しているんですよ。分からないように、外国人を使って、支配したり、日本のメディアを、抑え込んだり、警察を、抑え込んだり、芸能界を抑え込んだり、そういうことをしています。これらの傘下に全てのものが、入っており、分からないようなシナリオ。しかしね、皆さんも思ってるかもしれないですが、そんな難しくないんですよ。一つ一つのことを考えていけば、証拠がないだけで多分、僕が、言ってることが普通に多分聞いていただいたら、そうだろうなと、皆さんも思ってらっしゃるだろうなっていう、そういう話です。この、週刊誌がね、報じましたね。この舞山、隆久、っていう人が、この神田沙也加さんを、罵る、音声があったのかな、この謎があったと、普通に考えていきますけど、非常にこれっていうのは、謎ですね。この週刊誌がね、この舞山隆久っていう、この交際相手ですね、神田沙也加さんを罵る音声があったと、報じました。
皆さんも思ってると思いますが、どこからどうやってその音声手に入れたんでしょうかね。この前山、隆久という人が、マスコミに流したんですがね、なんだか分かりませんけど、調べるとね、この前山隆久という人、そんな悪い人じゃないみたいなんですよ。でこれっていうのは事件の狙いがもう完全に僕は思ってるんですが、2つ、あるんですよね。この2つのラインからこれを攻めてるんですよ。神田沙也加さんを、自丸したと見せかけたい、1つ目、神田沙也加さんを自丸したと見せかけるために前山隆久っていう人を悪く言ってる、この2点で攻めてますね。僕はそう思ってます。僕はこの前山隆久っていう人をそんな知らないんでね、別にそんなもちろん悪く言う気もないですよ。でも多分その2点でやられてるんじゃないかと思ってるんでね、もちろん、証拠っていうのは、ありません。どこにも証拠がないんで、この証拠がない理由も、言いますけど、僕はこの週刊、マスコミ系がですね、こういった、音声データであるとか情報を捏造したと、僕は思ってるんですよ。もちろん、僕の憶測であり可能性の問題なので、はっきりとっていうのはもちろんわからないところではあるんですけれども、なんでそういうことを思うのかっていうとね、さっき言いましたよね、僕とか皆さんと、このメディアとか、わかりませんが一般の人たちの考えっていうのが全くもうスタート地点っていうか、もう事件に関する認識が180度逆なんですよ。僕とか、このチャンネルを聞いててリスナー様っていうのは丸されたんじゃないかと、思ってるわけですよ。証拠がないだけでね、さっき言いましたけど、犯行グループが外国勢力 で事件にならないんじゃないかと思ってるんですが、それを抑え込めたいものがあるんですね。警察であったりメディアであったり、芸能界もそう、そういったものは自丸に、持っていきたいんですよ。自丸に持っていくにはそれなりのストーリーが必要なんで、そこでそのストーリーを捏造したんですよね。神田沙也加さんはこの前山隆久に、何ですか、罵られて、苦しかったんだと、精神的に苦しかったんだ、なんとかなんだ、自ら生きていけなくなったんだ、そこから自丸したっていう方向へ誘導したいっていう、その狙いがあると思います。僕言わないですけど、もしそれ言うんだったら違うところ調べた方がいいと思うんですよね。他の YouTube チャンネルで、皆さんも聞いてらっしゃる、すごく頭のいい方がいらっしゃるんですが、その方がですね、この、神田沙也加さんの、マネージャーが全然事件に出てこない、ことがおかしいなっていうことをおっしゃっていて、僕も、言われてみて、あ、そうだと、思いました。で僕も、そういったことを、聞いて勉強しました。一つあるんですが、神田沙也加さんが、事件になった、ホテルとですね、目と鼻の先に、おそらく公演、するホールが目と鼻の先になったと思うんですよ。事件を追及するとか男女関係を追及するんだったら一つ、ね、やることがあると思います。このですね、公演に来ていた共演者のその動きを調べたらどうでしょうか。その頭のいい方が言ってね、僕も思います。マネージャーの動きもおかしいですが、共演者もおそらくそのホテルに泊まっていた可能性が高いんですね。目と鼻の先だから。しかしそこを調べないんですね、そこを調べると具合が悪いからです。マネージャーのことから話がバレたり、共演者から話がバレたり、あらゆることを隠しています。つまりこの事件を隠してるんですね、そしてそういうことを常に隠しておきながら、マスコミは、裏側に別の目的があって変更報道を、しております。僕は、皆さんはこれはどう思われるかわからないんですけど、僕はこう思ってるっていう話なんですけど、本当にね、全てがもう疑わしいと思ってるんで、この神田沙也加さんとこの前山隆久っていう男の人、これ本当に付き合ってたんですかね。それすらも僕疑問ですよ。全部嘘なんじゃないかと思ってるんでね。なんで嘘をつくのか、マスコミのシナリオがあるからです。神田沙也加さんは、交際相手の前山隆久さんと、お付き合いに悩んでいたと。その結果生きていくのに、なんか辛くなって、自慢したって、そっち側の方向に話を持っていきたいんでね、全てそのシナリオを沿ってね、そういうことをやってると僕は思ってるんでね、言い方悪いんですけど、騙されてたまるかっていう 話ですからね。これ大きな、問題が最後にあるんで、それを言いますけど、で、またもう一つね、これがですね、非常に前もちょっとお伝えしたことがあるんですけど、これ巧妙な手口を使ってるんで、ここをつっついてもね、煙に巻かれるっていう、そういった話です。もしも、このメディアがマスコミがこのね、音声を持っていたって言うじゃないですか。本当に持ってたのかな、嘘かなとかって思うじゃないですか。それを例えば追及したらどういうことになるのかっていうと、こういったことになるんですね、この音声データっていうのは真相不明な、
ことなわけでしょう。本当かどうかっていうのは誰もわからないことをいいことに捏造しているその可能性について考えていきます。今回のこのマスコミの あの音声データとかそういった情報っていうのは僕は捏造だと思ってます。どのような形に捏造したのかっていうのを考えるとマスコミの関係者が、それっぽいような、視聴者とかがですね聞いたら納得するような、それっぽいようなことを言うわけですよ。ファンの方がね、この話を聞いたらあの感情が動くような、前山隆久っていう人はね悪い人だったんで、本当にこの人悪い人かどうか分かんないんですよ。だって皆さんに言ったように僕らは神田沙也加さんというのは丸されたと思ってるんで、そうなってくると前山隆久さんが悪いかどうかっていうのは全く関係がない話になるんですが、そうはことを持っていかれたくない。前山隆久さんが、悪い人だっていうふうにね話を、持っていきたい。その結果、神田沙也加さんは、自丸したとそっち側の方に話を持ってきて、常にそのことが裏に働いてるんですよ。でこの音声データは、どこから仕入れたんですかっていうことをもし聞いたと仮に仮定します。前山、隆久さんがこの、データを送ったんですかと聞いたとします。マスコミは何ていうか、答えは一つです。前言いましたが、取材源の秘匿を持ち出して、煙に巻きます。この取材源の秘匿っていうのは、これっていうのは、本当に、誰が考えたのか知りませんけど、ものすごいこれ表と、裏があるんですよ。マスコミっていうのは、事件とか捜査の段階でですね、どこからどのように情報を仕入れたかっていうこの取材源の秘匿、取材源というのは取材は取材、源は、源です。秘匿というのは秘密の秘に匿名希望の匿、この取材源の秘匿というのを持っています。これは何を意味しているのかというと、事件であるとか、事件ですね、凶悪事件とかそういったところからですね、それの真相にたどり着く、いわゆる情報源、これをどこから仕入れたのかということを、言わない。例えばその言った人に被害が被る可能性があるから言わない、そういったことからですね、様々なところから情報を得てそれを、発信していく形を取るっていうための、ものなんですよ。取材源の秘匿っていうのは表向きはね、しかしこれを悪用している可能性がありますね。マスコミは、この音声データをどこから仕入れたからか言わない、何を言ってるのかって、どこからも仕入れてない可能性があるってことです。自分たちで、マスコミと芸能界っていうのはつながってますから、マスコミと芸能界が裏でつながって、例えば何かしらの話を聞いて、この神田沙也加さんと、前山隆久さんはお付き合いをしていたのかなとかね、分かりませんけど、僕は嘘だと思ってますからね。っていうか言ってしまえば事件とはそれは本来は関係のない話なんで、で後から情報をすべて、塗り替えて、話を入れ替えて、ファンの方を一つ落とし入れようとしていると、僕は、思ってるんですよ。この取材源の秘匿を使ったら終わるんでね、マスコミはもう一切言わなくていいっていうことになりますから、おそらく自分たちで考えた捏造ストーリーだと、思います。前も言いましたけど、マスコミってこういうところ最低だなと思うんですよ。もう大嫌いですけど僕、しかしマスコミの背後に大きな力が、あるんですね。でこの事件の、背景を、考えていきます。これっていうのは、神田沙也加さんという一人の日本人、がですね、丸されている事件、とともにですね、その後ろにもっと違うものを、狙っているこれ可能性があって、これっていうのはひどい話なんですよ。これだけじゃないんでね、多分やられてるのは。だから、ここから僕が、話す話を聞いてね、皆さんが、そうかと思っていただいたりとか、危ないなと思っていただいたりとか、そういったことを、ちょっと思っていただきたいと思ってね、ちょっと真剣に、話していきたいと思います。メディアの裏に事件の直後から働く大きなこの裏の力です。これっていうのが本当にね、悔しいところなんですよ。これは本当に神田沙也加さんの事件をきっかけにこれ何を狙ったのかっていう話なんですが、神田沙也加さんっていうまず方を一人、丸したんですね。理由に関しては今回は触れません。可能性っていうのはいくつかありますので、そのことには触れないんですが、皆さんも疑問に思われたと思いますが、神田沙也加さんの事件のですね、報道の直後に必ずですね、もう出てきました。命の相談窓口というものが、出てきます。そしてですね、ここで誘導します。見てる人を、わかんないように誘導します。MK ウルトラの、力がここに出てきますが、神田沙也加さんというのは精神的に悩んでいた、あるいはですね、鬱であった、そういったことを視聴者に煽り、それが原因で神田沙也加さんは自丸をしたという方向へ、誘導するっていう、
これっていうのは分かってるんですが、ウェルテル効果っていうのを狙ってるんですよ。ウェルテル効果っていうのは何かっていうと、有名人芸能人が亡くなった後にですね、その芸能人を、応援していたファンの方が、後追いして異世界に、行ってしまうということなんですが、まあひどい話だなと思うんですが、おそらくこれを意図的にやってるんですね。鬼畜の極みです。これは、この神田沙也加さん だけの話ではないんでね、まあ、僕はずっといろんなことを調べていて、まあ、これはどうかなと思ったんですが、まあ、多分こうだろうと、思ったのでね、まあ、僕の憶測もありますが、多分、間違ってないと思います。まあ、言葉は悪いですけど、誰もこういったことを言わないからね、うん、誰かがこういうことを、言わないとか、誰かがこういったことに気がつかないことによって、またですね、何かの、被害が増えてしまってはいけないと、思って、ちょっと、まあ、僕はちょっと言ってみようかと思うんですけれども、何がね、危ないというか、まあ、意図的にやられているのかというと、戦後の日本をずっと支配しているものが、このアメリカ裏組織、アメリカ関係の政府といって、通称 CMRA、あるいはディープステートといったものがおりますが、この者たち、何をやっているのかという、そういったこれ問題なんですよ。これというのは本当に大きな問題です。この神田沙也加さん、一人がですね、丸されて亡くなったっていうことも、四五個問題なんですが、ここから被害が増えていくっていう、そういった可能性です。何かっていうことを、考えていきます。これは皆さん、聞いたことが、あると思いますし、もし聞いたことがなかったらね、これを、ちょっと覚えていただきたいと思う、本当の話なんですが、日本っていうのは日本の若者、日本の若者っていうのは世界一、自丸が多いっていうことが分かってるんですよ。なんでなのかなって思うじゃないですか。もちろんね、当たり前ですけど、そのね、自ら命を絶つ方は悪いとか、そんなことを、言わないです。そうではないからです。これは何かっていうと、日本の若者がなんで世界一自丸が多いのかっていうと、日本政府の背後にいる、この通称、アメリカ裏組織、アメリカ影の政府、CMRA とかディープステートといったものがですね、こういった、まあ、洗脳工作活動をしている可能性が非常に高いんですね。日本の若者を自丸するように誘導している可能性が高いと、そういったことです。誰かは分かりませんが、そこに日本の売国度も、関与してですね、外国プラス売国度で日本の若者が、生きる希望をなくして命を絶っている可能性があります。この件だけじゃないんですよ。こういう問題があるっていうのは、例えば皆さんがご存知の、有名芸能人ですと、岡田由紀子さんって、いますよね。飛び降り自丸したっていう方、嘘だと思いますけど、ビルから突き落とされて、丸されていると思いますが、その方の後にもですね、同じ現象が起こったんですよ。ファンの方が後追いしてしまって、多くの方が、亡くなって社会現象になったんですね。で、これは大変なんだっていう話なんですが、マッチポンプって言って、わざとそういうのを、狙っていた可能性があるんですよ。神田沙也加さんのところで、もうそうですし、岡田由紀子さんでそう、まず2つですね。もう1つ、尾崎豊さん、いますね。日本を、まあ、若者にものすごく支持されていた、まあ、いろいろなことがありますが、高確率で、丸されています。顔の状態、体の状態がおかしいです。自分で、自ら、命を絶ったとは思えない、外傷、おそらくですね、まあ、その日本の闇組織に、まあ、何かしらをされて丸された、その可能性があります。X ジャパンの、ヒデさんって言いますが、この方も、自丸って言ってますが、首吊りって言ってね、またおかしい感じで亡くなっていてね、これもたまるの可能性があります。今回の、神田沙也加さんを含む岡田由紀子さん、尾崎豊さん、ヒデさんの時も必ずこれらの方が、若者に大きな影響力を与える、芸能人がですね、亡くなった後に日本の若者が後追い自丸をするっていう、そういった現象が起こるんですね。これを多分誘導してるんですよ。この命の相談窓口って言ってね、自ら、もういろんなことで悩んで、鬱で、生きていけないとか、そういう風にして、そのなんていうのかな、まあ、皆さんにちょっと説明がうまくできないんですけど、ファンの方からしてみれば、この神田沙也加さんという方もそうですし、岡田由紀子さん、尾崎豊さん、まあ、ヒデさんという方はね、自分たちが、こうね、支持している、方なわけですよ。その方たちが、まあ、その自丸したっていう、まあ、嘘ですよ、たまるだと思いますが、そういう誘導することによって、そういう洗脳することによって日本の若者が後追いしてしまうっていう、これがおそらく、CMRA の MK ウルトラです。 MK ウルトラっていうとね、なんだかわからないっていう話かもしれないんですが、恐怖ですよ。こうやって日本国民の命がわからないようにして減っていってしまってるって証拠がないんじゃないかっていう話なんですが、
この4人が偶然だとは僕は思わないんですよ。まあ、これを例えば偶然だと思う人がいるのかもしれないんでね。で、例えば何かが分かってるのかったら分からないです。だけど皆さんも思ってると思いますが、この神田沙也加さんの件でですね、この命の相談窓口が頻繁に出てきたのっておかしいなって思ってる人多くいると思うんですよ。多分こういったものを裏でやった可能性がありますね。これからの日本を背負っていく若者です。日本の将来がかかっている、若者をですね、自ら、命を絶つように、そういった、まあ、誘導行為、洗脳行為をした、マスコミの背後には日本を支配する、戦後から日本を支配するものです。まあ、非常に恐怖ですが、アメリカ CMA ディープステートって言って、その謀略に日本人がハマってるっていう、可能性があるんですよ。で、これは他の方もおっしゃってますが、実際に神田沙也加さんが亡くなった後に、自ら命を絶って異世界に行った人が増えたっていうことも分かってるんですよ。日本をこれから支えていく若者が、このようなことに騙されて、命を絶ってしまっているってこの現実です。こういった現実がですね、起こっているっていうことを一人でも多くの日本国民がこれ気づいた方がいいと思うんですよ。もしかしたら、まあ、偶然、まあ、僕は偶然だと思っていないんでね、偶然がね、この4人もあるわけがないんで、だからこれっていうのは言い方が悪いですが、偶然と見せかけて裏で何かしてるんですね。うん、この皆さんも聞いたことあるかもしれないんですが、日本のね、ジマル、世界一多いとかって、これっていうのは一部の間で問題になってるんですよ。でこういったところの問題の、ところを考えていくと、その芸能人、有名芸能人、影響力を持った方の後を、何かしら裏で操作している可能性があります。僕は正直言って一般人なんでいろいろ考えますけど、分からないところは分からないです。ただこの偶然っていうのはおかしいなと思う。あとですね、皆さんも思ってらっしゃると思います。この神田沙也加さんの事件などの命の相談窓口とか頻繁にできたのはおかしいなと思う。で、まあ、僕はいろいろ調べて思ったんですが、もうファンの方がね、神田沙也加さんのファンの方がこのメディアの洗脳に完全にこう騙されてるんですよ。もう悲しくて しょうがないんだって言って、でそうやってどんどんね、マイナス感情を持ってしまうんで、なんとかそれを阻止できないものかと思ってね、まあ、ほとんどこの話をする人がいないんで、間違ってるじゃないかっていうかもしれないですが、僕は間違ってないと思ってます。で、言語化するのが非常に難しいんですけれども、こういうおかしいことがね、日本国であってはいけないと思うんで、一人でも多くの日本国民がこういったことに気づいてもらいたいと思って、今回お伝えしてみました。もしね、例えば 僕の話がちょっとそれは違うんじゃないかって そう思っていただくのでもいいんですよ。でも、まあ、なんでそういうこと言ってんのかっていうのをちょっと考えていただいてね、まあ、いろいろ調べて、まあ、この今回はこの神田沙也加さんと、この前山っていう交際相手なんですが、後ろには何があるのかっていうことをちょっと調べて精一杯お伝えしてみましたので、今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。